そういったことを、ね、経験しながらいい肥やしにしていけばいいと話していますね。そうですか。ただこの場面も三振に倒れました。惜しいなと思いますけどね。ここは落としてきました。フォークボールです。ここ落ちるんですかね、同じボールですね。フォークです。2者連続そのフォークで三振。あ、しかし先頭の菊池は三球三振に打ち取られました。ホームランを含めて今シーズンのホームランは3本。あ、ここは落としました。今年は特に感じますね、その戦い方見ててね、一つ甲子田中という上位に帰っていきます。空振りの三振です。そうですよね。またフォークを振らされた。毎回奪三振しやすいですよね。フルカウント、低め振らせました。こういう年もあるということでしょうね。空振り三振。田中康介倒れました。ショートにセリーグ新記録がかかる坂本です。空振りの三振。山口俊の立ち上がりですが、太田をまずワンアウト一つ取りました。低めボールが沈んだ。強打三振。沈むボールバックに当たらない。三振クロール。沈んだ三振。めちゃくちゃ大きな自爆試合ですよね。そうですか。わあ、ここは三振です。沈む中レアード。あー、ここは低めのボールにバット回りました。どうか。低め低めというジェスチャー。グラシアルに対して空振り三振。低め空振りの三振。最後はフォークボール。空振りの三振でワンアウトです。さあ落としてきた。空振りの三振。ここは柳田俊に軍配が上がりました。ゼロで抑えています。まだ点を与えていないという山口。青木を三振に取りました。落としてきました。三振です。小林低め空振り三振。落としました。最後は落ちるボールでした。三振ワンアウト。まあ、精一杯していますよね。ここで落ちるボールだ。というタイガースのスターティングメンバーです。ワンボールツーストライク。最後は落としてきました。空振りの三振。落としてきました。空振りの三振してるんで、ね、落としてきました。空振りの三振。早くも4つ目の三振です。山口俊抜群の立ち上がりです。